こんにちは、日野です。今日は2024年の5月の2日になります。今日は娘の誕生日でしたね。今気づきました。昨日言ってたんですけれども、5月2日というのは長女の誕生日ですね。うっかり今日何も言ってませんでしたね。長女と顔を合わせているんですけれども、何も言ってませんでした。ちょっと今店戻ってからね。言おうと思います。遅いって言われると思うんですけれども、5月2日ということで、秋元康さんが見てたら5月2日生まれなんですね。有名な、初めて知りましたけれども、あと樋口一葉という作家がいましたけれども、その樋口一葉さんの旧暦を新暦に直した時の誕生日が確か5月2日でしたね。一時期樋口一葉さんにハマっていたことがありましたので、ハマっていたといっても樋口一葉さんの小説ではなく、樋口一葉日記というね、日記にハマって、ずっとその現代語訳の日記を読んでいました。半井藤助という人物がいたんですけれども、その方に導かれて作家になった経緯もありましてですね、半井藤水さんとの関係、間柄がどうだったのかっていうね、それを瀬戸内寂聴さんが、いらっしゃいますけれども、その方が樋口一葉さんのについての解説本みたいなのを出していて、そこで半井藤水と恋愛関係になったんじゃないかみたいな、樋口一葉さんの方がこう慕っていたんじゃないかっていうような推測をされていまして、なるほどなと。で、日記見ててもなんかそういうような、死亡するというかね、こう思うような表現っていうのがちらほら出てきましたので、そういうところもあったのかなっていうことで、一時その樋口一葉日記というのをね、なんか読んでましたね。また読み直したいなと思うんですけれども、で、樋口一葉さんの作品はですね、あんまりちゃんとまともに読めてないというところがありまして、現代語訳されているのも結構出てますので、またそれも読みたいなと思っているんですけれども、今そういえば夏目漱石さんの門というのを、ね、読んでますね。たまたまこの前東京行くときはですね、新幹線ですので、普段車で旅行するときは、結構本をね、車にドバッと積んで持っていけるというか、際限なく積めるっていうか、ある程度こう、大量に持っていけるんですけれども、積んどけばいいので、ただこう、新幹線とか電車を使うときはね、もう、容量が限られているので、荷物をできるだけ少なくしようということで、単行本とかはもう持っていかずにですね、文庫本だけで、文庫本を3冊ぐらいですかね、極限まで、少なくして、それでも、カバンに入れて、この前も東京行った時はですね、2冊小説を読み終えまして、3冊目に門という夏目漱石の門を入れていたので、それを入れて読んでいる途中ですね、それを読み切れなかった、2冊半ぐらいっていう感じですかね。大体もうミステリーを持っていく感じです。この前は何読んだかな、忘れちゃいましたけど、2冊読み終えたということですね。で、夏目漱石さんの、僕はそれからをね、取っていったつもりだったんですけど、それからっていう本ありますね。三四郎とそれから、そして門が三部作っていうふうに言われてますけれども、門の、それからをね、取ったつもりが、パッと見たら門だったというね、それからを端から読むつもりだったんですけど、それからもまだ読めてないんですよね。ちょっとどうでもいい話になりましたけれども、昨日はですね、メルマガでマグネシウムについての重要性について述べました。重要なミネラルっていうと、マグネシウムがやはり挙げられると思うんですけれども、カルシウムと対をなすもので、だいたいバランス的には、マグネシウムとカルシウム、マグネシウムが1としたらカルシウム2だったかな。そういう割合で取るのがベストだっていうふうに言われてますけれども、
マグネシウムって結構重要なんですよね。カルシウムだけだとバランスが悪くなる。牛乳はそういう意味ではカルシウムが非常に多いんですけれども、マグネシウムがほとんどないということでバランスが悪いんですよね。ですから、まあ、牛乳が、まあ、乳製品はね、僕はあんまりこう推奨はしてないんですけれども、まあ、無理に飲む必要はないかなと。嗜好品程度に留めておくのでいいんじゃないかなと思うんですけれども。でも小さい頃はなんか牛乳をよく飲まされまして、飲まされたっていうか、なんて言うんだろう、背が伸びるからっていうことで飲んでたんですけど、全然飲めなかったですね、結局。あまり意味がなかったなっていうところなんですけど。でまあ牛乳自体もね、まあ賛否ありますけれども、僕は必要ないなっていうことで、まあ飲むときも、飲むっていうか、そういう、入ってるものがあるときには取ってしまうことはありますけれども、牛乳単体で飲むっていうことはないですね。で、まあ話はそれましたけれども、マグネシウムっていうのが非常に重要なミネラルで、まあこれをですね、カプセルとかもありますけれども、濃縮したというか、その濃縮した液体で取るとベストだと思いますね。僕は一番、まあ、気に入ってるというか、おすすめなのは、超高濃度マグネシウムという、ね、ニューサイエンスさんの商品がありまして、これをもうポタポタと、一回飲むときに3滴、4滴ぐらいポタポタと垂らしておけばですね、コップ一杯の水ですね。そうすればもう、それだけでもね、マグネシウムは補給していけますので、それを1日10滴から20滴ぐらい飲んでいただくとベストじゃないかなと思いますね。で、夏バテ予防にもなりますし、僕も毎日この超高濃度マグネシウムは入れていますね。で、あまり入れすぎると苦味を感じる部分があるんですけれども、まあ、3滴、4滴だったら全然僕は違和感ないですね。普通に飲んでます。水に入れてもいいですし、お茶とかでもいいですし、味噌汁なんかだともうより自然な感じでね、入れていただけるなと思いますね。そういったものを取っておけばですね、まあ今日もこれ暑いですけれども、夏はしっかり、これからの暑い日をね、乗り切っていくためには、マグネシウムってすごい重要だと思います。で、あと、そこに僕はミネラルとか、ミネラル全般のね、こう、溶液とか、あと、ケイ素、ウモプラスとか、まあケイ素ってあるんですけれども、ケイ素、シリシアとか、まあ何でもいいんですけれども、ケイ素を入れてますね。ケイ素はもう毎日毎日飲み続けていますけれども、ケイ素も非常に重要なミネラルで、これも取っていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。特に、ケイ素は髪とか爪とか肌とか、そういう目に見える見た目の改善というか、そういった部分にも作用しているというふうに言われていますし、僕もケイ素は取り出してから10年以上なるのかなと思うんですけれども、とてもいいんじゃないかなと思いますね。で最近は出てきた、この前、ズームでも紹介させていただいた、メビウスウォーターをそこにね、初めに入れとく、ポタポタっと垂らして、そこに水を入れてやっていくとですね、まあ、よりいいこう水になるんじゃないかなということで、そういったものを活用させていただいてます。非常に、まあそういうね、いろんな方の作られた商品、いい商品を混ぜ合わせてですね、使っていく、使わせていただいているってことはありがたいなというふうに思いますね。ですからまあ、一番シンプルなものとしては水にですね、もうこう、ペットボトルでもいいですし、何かこう、コップ、持ち歩くようなコップっていうか、そういうの、そういったものがあれば、そこにマグネシウムをもうポタポタっと入れてしまう。500とか1000ミリ。500ミリリットルだったらもうちょっと量を入れてもいいと思いますし、その倍ぐらい入れてもいいと思いますし、まあ、適当に入れてやることでね、マグネシウムっていうのを補給できる。現代人はほとんどマグネシウム不足になっていますから、食品からももちろん取っていくのは重要なんですけれども、玄米とか非常にいいですよね。玄米とかにも多いですから、玄米とかナッツとか。玄米酵素っていうものは僕はずっと取っているので、それでもマグネシウム補給できていると思いますね。白米と比べると、マグネシウムの量は玄米かなり違いますので、かなり量が多い。ですから玄米酵素とか、そういった玄米の加工品を取ってもいいと思いますね。そういったものをうまく活用しながらですね、まあ、この夏場、これから夏に向けてね、乗り切っていただければと思います。
ということで、10分ちょっとね長く喋りましたけれども、今回は以上になります。ありがとうございます。